芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。どうも、この間ね、編集長がね、いやなんか最近ニューヨークからいろいろメール来とるんやけど、文字化けして何書いとるか分からへんのよな。いやちょっと編集長、それもしニューヨークでなんか盛り上がっとってちょっと来てくれっていうような話やったらどうするんっていう風なね、話をしてましたね、まあよく考えたらそんなことほとんどないんですけどもね、まあ何もないとそういうかすかな希望にもしがみつきたくなるというところがありましてね、まあそういうことを考えるとね、逆に文字化けしとってくれてありがたいっていう話でもあるんですけどね、文字化けしとるおかげでずっと希望が持ててるわけですからね、見ない方がいいというものは世の中にはたくさんあるんでしょうね。今日も一日よろしくお願いします。お便りを待っていただきます。はい、文字化けしていない、お便り。お、ニューヨークから。これ文字化けしてないやつありますね。これじゃないですよね、多分これではないと思うんですけど、文字化けしていないもの、懐かしさ半分、面白さ半分、応援してますよ、頑張れ、ケツ。ありがとうございます。はい、まあね、この人が広めてくれてるんでしょうかね。鉄さんってね、この方、結構前からお便りたまにくれたりするんですよね。ありがとうございます。今後も放送頑張ってください。アンパンマンさん34歳、いつも楽しく見てます。いとみ1004さん、頑張ってね。HK さん、今週この4通プラスターフさんなんですよね。どうしよう、最近ちょっと減ってるよ。どうにかしないとね。はじめの言葉です。寒いですね、ほんまに。はじめの言葉、おはよう高谷君。中性脂肪、尿酸値を気にしつつも、何を食べても美味しいこの時期。そうですね、秋、食欲の秋ですからね。いやー、秋真っただ中ですな。いいこといいこと。ところでママカリって知っていますか？岡山で有名だね。さっぱ、なんて読むんやこれ。さ、挨拶のさつに、そう、ぎょ、もう、さ、さそうぎょ。まあちょっと調べてください。サーディネラツナシ、ツナかな。もうちょっとここら辺はもうわからないです。はニシン目、ニシン科、ニシン赤に分類される魚、汽水域に生息する魚。ママカリは、ママカリ、ママっていうのはあのご飯のことですね。ママカリと書き、飯がママが進み、まあ飯って呼んだ方がいいかな、進み、家で炊いた分を食べきってしまってもまだ足らず、隣の家から飯、ママを借りてこなければならないほどうまいに由来する呼称である。腹型は腹部の鱗が硬く発達していることに由来する。ママカリ料理、酢漬け、ママカリ寿司などは岡山県の郷土料理となっている。ウィキペディア知らん。やろうな思ったわ。ウィキペディアっぽいなって思ったもん。もうこれいる
いるかな、うん、このママ狩り、最近ではサワラに押されて影が薄くなっているようですが、やはり岡山といえばママ狩りです。あ、確かにね、サワラの方がなんか最近ちょっと押されてますよね、うん、ということで今回は岡山といえばママ狩り、岡山中央卸売市場へ GO。 最近のママ狩りの動向もリポートしておいで。2、本日も晴天になりということです。今日は卸売市場にですね、卸売市場か。じゃあ行ってきます。着きましたね、卸売市場ですね。ここがずらーっといろいろこれ並んでるんですよ。こっち側もずらーっと並んでおりまして、電気屋さん、ご飯屋さん、一通りちょっと見てみましょうか。結構広いんで、ね、向こう結構集まるとこありました。どうかな、なんか、まあ、大体こんな感じなんですね。あ、そうなんですか。まばらにこういう感じで歩いてる感じ。魚市場的なものはどこにあるの？魚屋さん、あっち。お母さん、ちょっといいですか。はい。僕、タカヤっていう芸人してまして、で、毎週いろんなところでコントしてるんですよ。で、まあ、ちょっと呼吸に来させてもらって、どっかでしたいなと思ってるんですけど、どっか人おるところとか。ちょっと、社長。お父さんに助かれて。寒い。寒くなってきましたね。寒かったね、本当。半袖でいつもしとるから、もうちょっと半袖は厳しくなってきた、さすがに。どこから来た？え、一応、あ、まあ、住んでるところは岡山なんですけど、あ、まあ、地元は兵庫ですけど、こっち来て、今岡山回ってるんですよ。で、この旗持ってで、ちょっとさせてください。もう何年ぐらい？私は昭和31年から。昭和31年、今88年。社長、あ、もう行くぞ。あ、ちょっと社長さん、ちょっとすいません、急に申し訳ないです。あの、高谷という芸人しておりまして、はい、あの、いろんなところでちょっとコントさせてくださいということで急に行かせてもらって、はいはい、邪魔になれないところで 3,4 分で終わりますんで、もしよかったらさせていただきたいなと。どこでやる？いや、もうどこでも、やらせていただけるならば、ちょっと人がおるところでやるっていうことで、はい、ちょっと邪魔にならなかったらいいよ。いいですか？はい。あ、どうも、はじめまして、高谷という芸人をしております。私、毎週いろんなところに行ってコントさせてくださいということでコントさせていただいてるんですけども、3、4分で終わりますので、もしよかったらちょっとだけ見ていただいてもよろしいでしょうか？はい、見えます？あ、声だけ聞いて、ほんで、あ、これ笑うところかなと思ったら、適当に笑い入れてもらってもよろしいですか？すいません、ありがとうございます。コント謝罪会見。ちょっと今回っておりますんで、ちょっと紹介させていただいて、MC だけ陽気な、白石でございます。陽気なお父さんにお会いしました。太鼓を叩くパフォーマーの方ですかね。そうですね、1年に500公演で、この間は、そうですね、開催、関西の、古戦閣言って、有馬温泉、これからは宝塚ホテルとか、それから、まあ、世界各国に、ちょっとこのコントさんのためにだけ市場のふくふく通りを全部せしめて、はい、全てこの会場を全部貸し切って私がさせます。お父さん、ようしゃべりますね。しゃべるのが仕事でございます。ですね、亮太、耳と目があまり。着々と準備を進めてもらっております。これ全部このキャム TV のため避けてる。ほんまに申し訳ないですね。ふくふくお便りのこの会場でコントさせてくださいのキャプテン TV、 今日はね、たくさん催し盛りだくさんでございます。
すごかったな。まだ今度はほんまに生の声を聞きたいと思います。ありがとうございました。すごいな、こんな堂々としとる子いないですよね。小学生です。小学校2年生。小学校2年生。あ、もう一人おる。はい、おー、そんなこと一緒ね。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様。いや、ありがとうございます。先ほどから、チャレンジネットとか、コントさんとか、いろいろ番組名を変えられたり、僕の芸名を変えられたりしておりますけど、まあすごい、面白いものというか感動するものを見させていただきました。もうこれだけでもう今日の僕の、来た回はあったのかなと思いました。本当にありがとうございます。2回目ですけども、まあ、2回目やったら逆に、どんなことをするかっていうのは分かってると思いますので、あ、ここで笑ってあげればいいやなというところで笑ってあげてください。よろしくお願いします。では、ありがとうございます。コント謝罪会見。今日めっちゃ恥ずかしいわ。同じことするんでこんな恥ずかしいの。はーい、ののちゃんも頑張ってます。たまのじゃございませんよ。岡山でございます。岡山のののちゃんでございます。あと前かけ閉めたうーけー餅が、うーけー餅が、朝はまだかと、あー包み。あそこにおられるのが野崎社長でございます。一応は黙々と、もう今もうそれどころじゃないぜっていう顔でやっております。中におられる料理長が息子さんでございます。福通りの立役者でございます。そうですね、もうね、米沢社長でございます。もうね、ここを流行らせたのは米沢社長一人だと思っておるぐらいです。ここで野菜を買われるとき、市場のものを全部買われるとき、米沢社長に言ってください。値段が合ってないようなものでございます。この社長を見つけたら、なんぼと言わないでください。ください。その一言で結構でございます。市場の大量な後ろにある倉庫が全部ここに小売りのために集結しております。そのためにこれだけの全国からの品物が全て米沢製菓によって売り出されておるのでございます。それはいつ言おうかって思ってたんですけど、この番組の企画でですね、芸でいつか食っていきたいということになりまして、いつももしよかったら何か食べ物をくださいっていうことを言ってます。あのね、今日もね、市場に来た時に太鼓の時に棚田の自然農業したもち米を1トンぐらい配りました。全部無料でございます。そうなんですか。そして北海道の七つ星と言われた非常に市場で一番高いお米を振る舞いもさせていた、はい、もうそれはもうなくなっちゃいました、ね、今日はね、特別今が会でございまして、午前中に全部終わるんですよ。惜しかったですけれどもですね、残念でございますけれどもですね、この次にコントさんとお会いができたら、はい、お渡しして、そういうこと、はい、ちょっと時間帯が悪かった、はい、時間帯がちょっとね、残念でございますね、はい、あ、これはもういつもいつももらえよもう、なじゃじゃん。めっちゃバナナもらってる。うまい。終わりの言葉です。態度行くべし、また何ぞ妨げ、桂小五郎。自分の未熟さや短所を補うためには人の優れたところを取り入れるべきだというような意味の言葉ではありますが、
今回話題のママカリもまさにしかりと。あ、大事なこと忘れとった。ママカリのリポート全くしてないわ。まあいっか。土地土地の独特な食べ物、料理の仕方、すべからく日に日を重ねて試行錯誤した結果の産物、これを人に置き換えてみるもまた同じ。先人の生き方を、他人の生き様を、自然科学の目を持って平らげる胆力を持ち、そこを自らの出発点と定めし、姿勢はまさに大老なり、なんてなと。特徴として焼いてつけるっていうのが、はい、岡山のやり方ですかね。普通はこの酢漬けだと思うんですけど、焼いてつけるから岡山の、はい、やり方だと思います。ママカリでよく取れるっていうことよりも、その調理の仕方の方が、そうですね、はい、ママカリは多分西日本ならどこでも取れると思う。申し訳ございません。